はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎、白い影の少女、今回で2回目です。クマさんがお化けを見たらしいです。この辺りか。確かにこの辺りは開発が遅れて寂れた感じがありますね。空き家も多いようだし、幽霊話が出るのもわかるな。まあさっきの話はクマさんの見間違いだとは思うが、この辺りを一回りしてみよう。はい。周囲、暗闇が辺りを包み込み、沈黙だけが支配している。不気味な空間だが、白い影などは見当たらない。言うまでもなく子供の姿もない。しかしクマさんが嘘を言っているようには見えないし、特に見間違えるものもない。こんな状況ではどう判断すればいいのだろうか。クマさんは幽霊を見たのか。判断はできない。判断はできないな。熊野さんは幽霊を見たのでしょうか。見間違い見間違えたのでしょうか。先生、熊野さんは見間違えたのでしょうか。陽子くん、今の段階では熊さんが幽霊を見たのか見てないのか判断を下すことはできない。確かにそうですね。陽子くん、帰ろうか。はい。俺たちが事務所に戻るなり、クマさんが駆け寄ってきた。おお、神宮寺くん、待ちかねたぞ。どうだった？それらしきものは見つからなかったよ。本当か？ちゃんと調べたのか？本当にいたんだとしてももうどこか行ったんじゃないか。そんなに言うならクマさん自分で追っかければよかったじゃん。私たちが行った時には何も。うむ。では神宮寺くん、ゆうちゃんについて調べてくれ。いいな。絶対じゃぞ。わしの命を救うと思って。クマさんは言いたいことを言うと逃げるように帰っていった。さて、今日はもう仕事は終わりだ。春菜も帰るんだな。チェー、まあいいや、また明日来ますね。では失礼します。そう言うと春菜はあっという間に去っていった。来る時も風のようだったが、去る時も風のようだ。風というか嵐だよねようやく静かになったな。それにしてもクマさんの話、どうも信じがたい話だが、あの怯えようですから本当のことかもしれません。ヨコくんは幽霊がいると信じてるのかい。でもどちらにせよ、クマノさんが何かを見たということには変わりはないと思います。そうだな。陽子、では先生、明日から忙しくなりそうなので今日はこの辺で失礼させていただきますね。ああそうだな。先生、夜更かしをしないようにゆっくり休んでくださいね。ああ大丈夫だ。では失礼します。お疲れさん。移動。俺も休むとするか。ふう、今日は散々だったな。友人の葬儀にクマさんの幽霊騒動。やれやれ、手筋の母親からの依頼とクマさんからの依頼も立て続けに入った。陽子くんの言った通り、明日から忙しくなりそうだ。俺は鉄次との思い出に浸る余裕もなく、浅くも深い眠りについていた。3月12日、神宮寺探偵事務所、詳細。
いつもと変わらぬ平穏な朝。昨日の疲れがまだ残っているようだが、そうも言ってられない。俺は重い体をかばうようにゆっくりと起き上がった。このゲームさ、音楽少ないよね。ん？やけに事務所が騒がしいな。朝から来客か？もう分かってるでしょ、この騒がしいっつうのは。どん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 なんだなんだなんだ、こんなに叩かなくていいよね。横くんではなさそうだが、クマさんか。俺が思案している間にもドアを叩く音は次第に大きくなっていく。火事が起きたぐらいに叩いてるよこれ。まったく。俺は苛立つ思いを抑えつつ書斎のドアを開いた。神宮寺さん、遅いですよ。やっぱり春菜じゃん。俺は予想しなかった顔を間近に見て頭が痛くなるのを感じた。本当に予想しなかったの？先生、おはようございます。ああ、おはよう。なんだ、まだこんな時間か。なんだじゃないですよ。早く起きて顔を洗って調査に行きましょう。そうですよね、陽子さん。ふふ、そうね。陽子くんは苦笑いしている。やれやれ。陽子くんでも手に負えないようだな。これからの調査はいつも以上に大変なものになりそうだ。俺を再び頭が痛くなるのを感じた。とりあえずコーヒーでもいかがですか？ああ、もらうよ。目を輝かせている春菜を見て俺は観念することにした。どうやら当分は俺に平穏な生活は来ないらしい。俺は気合を入れるためにも起きて早々上着を羽織った。準備万全ですね。調査に行きましょう。行きましょう。まったく、朝からうるさいやつだ。はい、先生、コーヒーどうぞ。あ、ありがとう。今回ちゃんとあのカップを持ってるんだよね。話します。今日は何の調査をするんですか？奥様の依頼ですか？それともゆうちゃん？春菜は興味津々で今にも勝手に調査を始めそうな勢いだ。春菜の立場とすれば自然の依頼を優先しろと迫るべきなのだろうが、そういう考えはないようだ。いや、むしろ春菜はゆうちゃんの方に興味惹かれているようだ。先生、今日はどうなさいます？そうだな、私もついていきますからね。ぞろぞろ連れ立って歩いても邪魔になるだけだ。そんなことないですよ、ドラクエみたいになっちゃうから。やれやれ。ゆっくりコーヒーを飲むことさえできないようだ。俺はコーヒーでくつろぐことを諦め、これからのことを考えることにした。ここは春菜か陽子くんのどちらかを連れていく方がいいだろう。どっちをパートナーにする？陽子を連れて行きたいけど、春菜を今回ちょっとあえて選んでみようか。春菜。そう来なくっちゃ。さすが名探偵、おだててもダメだよ。私は騙されない。陽子くん、すまないが今日は留守番していてくれ。はい、わかりました。まあ春菜がどこまで役に立つか知っておきたいしな。ふっふっふ、私の実力をお見せしましょう。いいから行くぞ。だってメイドでしょ。さて今日は早速昨日静江から得た秋の手がかりを追いたいところだが、どこへ行こうか。今回は、秋のアパートに行きます。秋のアパートだな。おっと、春菜のターン。どこに行きましょうか。
知ってんの実家。アキさんの実家ですね。もう考え方がトンチンカンですね、今回の助手は。やっぱり実家を渡るのが無難かと。春菜、何を言ってるんだ。秋の実家へ行く必要はない。そもそも秋の実家がどこにあるのか分かるのか。分かったらすごいけどね。それを突き止めるのが探偵の仕事です。そんなことをしなくても、とりあえず静江から聞いたアパート行ってみた方がいいだろう。ん、なるほど、さすが名探偵。中野のアパートへ行くぞ。ラジャー。なんか不安になってきたな。ピロロンでいらないんで、音。移動。どこに移動しようか。外に出ます。よーし、行きましょう。いいから落ち着け。じゃあ、行ってくる。はい、お気をつけて。俺たちは予告に見送られ、事務所を出た。俺たちはいつもの情景が広がる事務所前へとやってきた。さてさて、では移動か。移動。どこに移動しようか。他の場所へ。コーポ中野ハイツ。コーポ中野ハイツへ行ってみるか。行く。俺はコーポ中野ハイツへ向かうことにした。地図なんか薄いよね、色が。静江から教えてもらった住所によれば、ここに佐藤秋が住んでいたようだ。入り口にはコーポ中野ハイツと書かれている。移動。どこに移動しようか。中に入る。中ってどこまで中に入れるのこれ。俺はアパートの中へと足を踏み入れた。俺たちは秋の住んでいるというアパートのドア前へやってきた。いよいよですね。あ、とりあえず秋が住んでいるか調べてみるか。はーい、ちょっと静かにして。春菜、なんだか寂しい場所ですね。秋は大学時代をずっとここで過ごしていたそうだ。秋が住んでいたのは2階の角から2番目の部屋だな。俺は慎重に確認しつつ、佐藤明の部屋の前に立った。ここには秋が住んでいるとは限らないわけだが、まずどうしようか。警察を呼ぶとか違うよね。表札を見ます。表札を見てみるか。まずどうしようかな。お、意見が一致したよ。表札を見ましょう。まずは表札を見ればいいんですね。ああ、そうだな。住んでる人を確認する方法としてはそれが一番効率がいいだろうな。神宮寺さん、表札には山田と書いてありますが、山田孝之くんかな。やはり引っ越していたか。大学の時に借りてるアパートとかってそのまま住み続けるものなの？やっぱ住まないよね、そのままね。しゃあねえな、外出ようか。移動。どこに移動しようか。外に出ます。俺はアパート前に戻ることにした。俺たちはコーポ中野ハイツの前へと戻ってきた。春菜、神宮寺さん、次はどこへ行きます？もう手詰まりだよね、これね。まあ定番なところだと大家さんから話聞くとか、周囲の人に話聞くとか、そのあたりだよね。ゲー、もしかしてゲーって。ああ、今のところ手がかりはここだけだ。なるほど、早速行き詰まったってことですね。ああ、そうなるな。タバコ吸います。俺はタバコに火をつけた。
やはり俺の予想通りだったな。しかしこれで諦めるのも心残りに感じる。ここの住民に聞き込みでもしてみるか。周囲って選んでみよう。あたりは騒がしくなくかといって寂れてもいない。華やかさを求める人たちには見向きもされないだろうが、居心地は良さそうだ。俺は新宿のような創造地区雑然とした場所は好きだが、こういう場所も嫌いではない。ん？俺がタバコを口に含もうとした時、ニャーがいるよ。ニャーが一人の婦人が怪訝そうに様子をかかっているのを見つけた。とりあえず秋について聞き込んでみるか。まあ探偵としては当たり前のことなのだが。何をするんだこれ。話すのか。話す。ちょっと話を聞いてくる。え？じゃあ私も。春菜おとなしく待ってろ。わかりました。急に怒られたね。すみません。はい、何でしょう。俺はタバコに火をつけた。これよくある感じだよね。さて早速聞き込むとするか。このやりとりが失敗すると話が聞けないってやつだよね。どうもこんにちは。タバコに火をつけたままこんにちはってちょっとあんまり感じよくないよね。どうも。なんだか睨まれている気がするが。どうする？まずタバコ消そうぜ。俺はタバコを携帯灰皿に捨てた。どうも失礼しました。いえ気づいてくれればいいんです。どうする？自分のことを話します。申し遅れましたが、神宮寺と言います。どうも、神宮寺さん。失礼ですが、近所の方で？このアパートの大家の佐々木と申します。ああ、そうでしたか。猫ちゃんの名前は何でしょうかね、猫ちゃんの名前は。いつ頃から大家をなさっているんですか？もう10年くらいになりますね。10年か。それなら秋がいたことは覚えているだろうか。どうする？世間話をします。立派なアパートですね。いえそんなことは。でも私はこうやってよくここに来て住人の皆さんとお話をするのが好きなんです。みんないい人ばかりで、ここの親をやっていて本当良かったと思っています。そうですか。どうする？秋について早速聞いてみようか。佐藤秋さんってご存知ですか？さあ聞き覚えのある名前だけど。どうする？特徴を言ってみようか。先ほどここの住人と話をするのが好きだとか。ええ、おそらく佐藤亜希さんは年齢の割には礼儀正しくって物静かな女性だったと思います。住人の中にそのような女性はいませんでしたか？ああ、はいはい。写真とかあります？はい。佐々木は写真を見ると満足した顔で俺を見た。思い出しました。はあ、すっきりした。佐藤亜希さんね。懐かしいわ。なんか思い出があるの？佐藤亜希の何を聞こう。亜希について。ええ、佐藤亜希さんね、覚えていますよ。今時の人には珍しく、おとなしくて礼儀正しい方で、もう引っ越してしまいましたが、佐藤亜希の何を聞こう、居場所について。どこに引っ越したか知りませんか？でもね、
たとえ知っていても女性の住所を教えたりはできませんよ。まあそうだよね、普通はね。佐藤亜希の何を聞こう、事情を話します。元カレピッピが亡くなっちゃったんですよって。実は、ん？彼女とは大学時代の友人だったのですが、親しかった友人が亡くなりまして、彼女にもそのことを知らせようと思ってきたんです。あらまあ、それは大変だったわね。まだお若かったんでしょうに。病気？それとも事故かしら。体の弱いやつでしたから。あら、それはかわいそうね。あなたも残念だったでしょう。本当にね。そういうことなら佐藤さんにも知らせてあげなくちゃいけないわね。何か聞きたいことがあったら遠慮なく言ってちょうだい。お手伝いするわ。佐藤亜希の何を聞こう、居場所について。あ、そういえば確か引っ越し先の住所を書き留めていた気がするわ。ほら、出て行った後になって部屋に問題があったりしたら困るでしょ。だからちゃんと引っ越し先を聞いておくんですよ。ちょっと待ってくださいね。佐々木という大家は慌ててアパートの一室へと入っていった。聞き込み成功です。しばらく待っていると佐々木がまた走って戻ってきた。猫は置いてこなかったんだごめんなさいね、時間がかかっちゃって。これよ、これよ。佐々木は一切れの紙を俺に差し出した。そこには新宿のとある住所とメゾン西新宿205号室という名前が書かれていた。これは？佐藤さんは新宿に行かれたのよ。また戻るんだね、これだとね。新宿。よければその紙を持って行ってもいいですよ。いえ、大丈夫です。俺はそのメモの内容を手帳に書き写した。メゾン西新宿は新宿駅の西口の方面にあるようだ。うちの事務所からも比較的近い。あまりお役に立てなくて申し訳ないわね。いえ、ありがとうございました。では、私はこの辺で。佐々木はそう言うとアパートの中へと消えていった。どうしたの？どうかしたのか？私の出番がなかった。まあ、いいじゃないか。亜希は新宿に移り住んだそうだ。まだそこに住んでいるかどうかはわからないが、行ってみよう。今度こそ私の活躍を。移動します。どこに移動しようか、他の場所へ。新宿、選びづらいな、これこっちのこっちのこっちのこれか。新宿駅西口、新宿駅西口へ行こうか。行く。俺は新宿駅西口へ向かうことにした。俺たちは新宿駅西口へとやってきた。移動を。どこに移動しようか。メゾン西新宿。俺は亜希が引っ越した新宿のアパートへ向かった。そういえば前田はいないんだね、この辺にね。俺たちは亜希が移り住んだというアパートにやってきた。亜希は今もここに住んでいるのだろうか。移動。どこに移動しようか。中に入る。俺はアパートの中に足を踏み入れた。俺たちは亜希が住んでいるであろう新宿のアパートへとやってきた。周囲。中野にあった前のアパートよりは新しく小綺麗な感じだ。
だがどこか暗い雰囲気がある。俺はいくらかの希望を持って部屋の前に立った。表札にはうま上手とは言えない文字で鈴木と書いてある。また違う人だねこれね。ここも引っ越した後か。困ったね。移動、どこに移動しようか。外に出ます。俺たちはアパートの前へと出た。俺たちはアパートの前へと戻ってきた。やれやれ、早くも手詰まりか。参ったな。セーブポイントが多いねこれね。春菜、最初のアパートのように秋のことを知っている人がいるかもしれない。聞き込みですね。ああそうだ、知らない人に声かけるのちょっと気が引ける。私はよーし、超張り切ってます。何を聞き込むのか分かっているよな。大丈夫です、任せてください。本当に大丈夫なのか。俺たちは念のため手分けをして周辺での聞き込みを行った。アパートの住人には秋を知っている者すらいなかった。何人目かでやっと秋らしき人物を覚えている人がいたが、秋はたった半年でここからいなくなったという。半年って短いね。ここでの秋は暗く無口で誰とも関わらずにひっそりと暮らしていたようだ。そして誰にも告げずに忽然と姿を消してしまった。大家にも話を聞いてみたが答えは同じだった。これで佐藤秋の足跡は途絶えてしまったということだ。やれやれ、聞き込みも無駄に終わったか。そんなことありませんよ。ん？いい情報が手に入りました。マジで？情報とは何だ？あそこの家の山田さん、関係ない感じがするこれ。猫を10匹飼ってます。今回猫推しすごいね。そうか、それは良かったな。10匹ですよ。期待した俺がバカだった。猫10匹飼ってるとね、大変だよね、いろいろ。ご飯代とか病院代とか大変だよ。春菜、神宮寺さん、これからどうしましょうか。ああ、手がかりがここでなくなってしまったわけだが。じゃあどうするんです。語尾が強い。春菜も考えてくれ、一緒に考えてくれよ。わかりません即答真剣に考えろ。どうしようか、ゆっくり考えてみるか。春菜、これからどこに行こうか。とりあえず大河原家に行ってみよう。大河原家に行こうか。ちょっとこの子置いてこよう。これからどこに行こうかな。ヨドバシ署行ってもしょうがなくない？ヨドバシ署に行きましょう。神宮寺さん、困った時は警察ですね。ああ。しかしどこに行けば調査が進展するかまでは警察でもわかるはずがない。確かに。今効率よく行動するためにも静江に報告しに行こうと思う。ついでに手がかりも得られればいいが。なるほど。神宮寺さんにはかなわないっす。なんで急に後輩口調になってんの。じゃあ移動します。他の場所へ。じゃあ大河原家へ行きます。渋谷の方にあるんだね。大河原家へ行ってみるか？行く。俺は大河原家へと向かうことにした。俺たちは大河原家にやってきた。今回の目的は静江への報告だが、ここで新たな手がかりを得たいところだ。そうだな。
鉄人の持ち物を調べれば秋の行方に関する手がかりをつかめるかもしれない。移動、どこに移動しようか。中に入ります。俺たちは大河原家に足を踏み入れた。昨日のこともあってか少しは馴染み深く感じる廊下へ俺たちはやってきた。移動か、移動、どこに移動しようか。応接室、俺たちは応接室へと向かった。何かお分かりになりましたか。いえ、佐藤亜希のアパートを訪ねましたがもう引っ越していました。やはりそうですか。静江は明らかに落胆している。俺が来たことで余計な期待をさせてしまったようだ。話しましょう。話す。春な、神宮寺さんの調査のお邪魔になっていないでしょうね。もちろんです奥様。猫かぶりやがって。猫だけにいっぱい出てくるから今回猫が。微力ながら全力を尽くしています。そうですか、よろしく頼みますよ。くれぐれも粗相のないように。はい奥様。神宮寺黙ってるけど。俺は春菜の言葉をしらじらしい思いで聞いていた。今日はその報告だけで。ここは手がかりを得るためにも現在の状況を話しておいた方が良さそうだな。他に報告することは、積んだこと、行き詰まったことを報告しようか。春菜のターン。他に報告することは、ゆうちゃん。なんでゆうちゃんのことを報告するんだよ。ゆうちゃんのことを報告しましょう。ゆうちゃんのことでも話しておきましょうか。どうしてそうなっちゃったの。春菜、静江さんの依頼はゆうちゃんと全く関係ない。言うまでもなく報告する必要はない。ではこの気まずい空気をどうしようって言うんですか。それよりも今は調査に行き詰まっていることを報告した方がいいだろう。あ、そうですね。実は早速ですが調査に行き詰まってしまいまして。他に何か手がかりはないかと。なんか大学に行ったりとか、他に聞けるところあると思うけどな。そうですか。でも手がかりと言われましても、だって他に友達とかいなかったのかね、秋は。やはり俺の方から提案した方が良さそうだ。手がかりを得るためにも、鉄人の持ち物を調べたいところだ。手がかりを得るには、鉄人の部屋を捜索。鉄人の部屋を捜索してみるか。手がかりを得るには、秘密の部屋を探す。もうあなた、こう大河原家に帰ってください。お願いします。秘密の部屋を探しましょう。あるな。大河原家に秘密の部屋が存在するのか。ええ、実は地下があるんです。そんなことしてる暇はない。そうですか。それよりも鉄人の部屋を捜索した方が何か見つかるかもしれない。なるほど。静江さん、鉄人の部屋を調べさせてもらいたいのですが、よろしいでしょうか。鉄人の部屋を？他に手がかりがないか調べたいので。そうですね。神宮寺さんならよろしいでしょう。春菜、ご案内して差し上げて。はい、奥様。神宮寺様、こちらへどうぞ。神宮寺様、しらじらしい。じゃあ移動しようか。移動。
どこに移動しようか。廊下。では行きましょう。神宮寺様。神宮寺様。神宮寺さん、大変申し訳ないんですが、私これから出かけなくてはいけないんですが。いえ、大丈夫です。ご心配には及びません。本当にすみません。この家のことは春菜がすべて知っていますので。はい、わかりました。春菜、神宮寺さんを頼みましたよ。はい、かしこまりました。では失礼いたします。そう言うと静江は深々と頭を下げ部屋を出ていった。神宮寺さん、行きますよ。様じゃなかったのか。それはメイド春菜です。今からは探偵春菜ですから。そうなのか。俺たちは廊下へと出てきた。神宮寺さん、哲司様の部屋はこの廊下から行けます。さあ行きましょう。ああ、どういう間取りなんだろうね。何部屋ぐらいあるんだろうね。移動。どこに移動しようか。哲司の部屋。俺は新たな手がかりを求め哲司の部屋へと向かった。俺たちは哲司の部屋へとやってきた。インテリアも持ち物も品があって落ち着く作りだ。だがそれは個性のなさと紙一重でどこか面白みのないものにも思えた。無理に個性を抑えているような印象さえ受ける。それが抑圧されてきた哲司の人生を象徴するかのようで、俺は複雑な思いがした。感傷に浸っていても仕方ない。今やるべきことをやるだけだ。捜索します。哲司の部屋を捜索させてもらうか。まずはこっち側から調べてみるとしよう。机。机の上と引き出し、どっちを調べよう。机の上から見ます。おそらくここはまだ哲司が生きていた時のままになっているのだろう。ペンや書類がいかにも作業のやりかけといった状態で残されている。俺はやや胸の痛むものを感じながら机の上の写真や書類を調べた。だが秋に関係しそうなものは特に見当たらなかった。机の上と引き出し、どっちを調べよう。今度は引き出しを調べます。何段目を調べる？もうほんと何段目好きだよね。上からいきます。中には文房具類が整然と並べられた状態で入っている。誰かと違うね。俺の机とは大違いだ。どうする？他の段を調べます。今度は2段目。ここには書類などが主に収められているようだ。ん？これは日記帳だな。男の人で日記書くのか。そうか。かなり使い古されている感じだ。哲司は普段からこれに日記を書き込んでいたのだろう。俺は日記をめくってみた。ためらいもなく人の日記をめくる神宮寺。ここ1年くらいの出来事が書かれているようだ。あ、そうか。体が悪いから日記を書いていたのかな。哲司の病気に関することが大体だが、秋の名前も出てきている。付き合っていた時の思い出ばかりだな。まあ未練たらたらだったんだね。今の秋に関係しそうなことは何も書かれていない。だが死ぬ間際まで哲司が秋を思い続けていたことはよくわかる。どうして二人は別れてしまったんだろうな。どうする？他の段を調べる。今度は3段目を調べます。ここには主にファイルケースがしまわれているようだ。タイトルを見る限り仕事関係のものばかりだな。プライベートなものは一切ないようだ。どうする？やめておく。今度は本棚を調べます。
専門書が主だな。法律や経営学の本に混じって医学書も何冊か置かれている。あいつなりに病気のことをいろいろと調べていたんだろうか。こっち側にはどうやら佐藤亜紀に関する手がかりはないようだ。部屋の反対側を調べてみるか。お、切り替わったよ。絵を調べます。鳥が大空を生き生きと飛んでいる様が描かれている。そういえば哲二は鳥が羨ましいとよく言っていたな。あれは自分の境遇からの思いだったんだろうか。どこだ。キャビネットか。キャビネット調べます。ここには CD や本などがしまわれているようだ。ん？これは昔哲二が好きだと言っていた本だ。あいつまだこれを大事に持っていたのか。クローゼットを調べます。ここには服といくつかの箱がしまわれているようだ。どっちを調べる？箱。中には卒業証書やアルバムなどが詰められている。懐かしいな。大学時代のものばかりだ。このアルバムは確か大学から配られたものだったか。俺はアルバムのページをめくってみた。そこには大学時代の哲二や亜紀たちを写した写真が何枚か掲載されていた。ん？この亜紀と一緒に写っている女性は見覚えがあるな。名前は確か。俺は大学時代の記憶を呼び起こし、その中から懸命にこの女性の姿を探した。哲二とよく一緒にいた亜紀。その亜紀と仲がよく一緒にいることが多かった女性に彼女の姿が重なる。そうだ、木下智美だ。俺は続けて智美の連絡先も探したが、それらしきものを見つけることはできなかった。ここで得られる手がかりはもうなさそうだな。神宮寺さん、何か手がかりをつかんだって感じですね。俺は昨日の告別式で見かけた女性を思い出してみた。なるほど。哲二の告別式の時に見た女性は木下智美だったわけだな。神宮寺さん？ああ、実は亜紀と大学時代仲が良かった人物で、木下智美という女性がいた。なるほど。じゃあ、智美さんが亜紀さんの行方を知っていると？ああ、おそらく。で、その智美さんの連絡先とかわかるんですか？いや、わからない。ダメじゃないですか。でも来た人って書くよね。ちょっと名前忘れちゃったけど、お葬式の時って書くよね。名前書いて、住所書いてってね。しかし木下智美は哲二の告別式に来ていた。ふえ、ふえって告別式が終わった時に見かけたが、その時は彼女を思い出せなかった。そうですか。では、どうするんです？頭パーなの。ああ、ともみが告別式に来ていたということが分かっただけだが、とりあえず廊下に戻ろう。ここに長居しては哲二に悪い。そうですね。じゃあ移動します。どこに移動しようか。廊下。俺は哲二の部屋から廊下へと出た。はい、じゃあ今回ここまでします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。